は林先生にムスリムとハラールについての説明をお聞かせいただきます。林先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初にムスリムについての説明をお聞かせくださいますか。はい、7世紀初頭に起こったとされるイスラム教、その教徒をムスリムと言います。イスラム教では六神五行と言われる6つの信じること、5つの行うことがあります。五行の中では礼拝や断食が皆さんご存知ですよね。ハラールについての説明をお聞かせくださいますか。ハラールとはイスラム教で、イスラム教の教えで許された健全な商品や活動です。ハラールは食品のみだけではなく化粧品や医薬品などにも適用されます。イスラム教の教えで許されないものはハラームと言われ、賭博や飲酒などがそれです。ハラールであると認められたものであるかを示すものがハラール認証というものです。食材だけではなくその調理方法や調理器具、運搬の際の区別にさえも細かい決まりを持っています。ハラール認証があればムスリムの人々は安心して使用することができるのです。世界的に見るとどれくらいの方がイスラム圏文化で生活をされているのですか。はい、全世界人口の 23.29%、 16億人と言われています。大まかに言うと世界の4人に1人がムスリムだということになります。東京2020大会にも数多くのムスリム圏の方々が日本に見えるであろうことは間違いありません。そのような方が日本にお見えになった際、どのようなことに困るのでしょうか。多くの方が食事について心配することでしょう。日本でハラールの食事ができるか、日本食が食べたいけどもお酒やポークが入っていないかなど不安に思うことでしょうし、質問として投げかけてくるでしょう。飲食店などにおいてはアルコールフリー、ポークフリーなどの明示がされていれば自分たちで食事ができるかどうかを判断しますので、情報提供だけはしてあげたいものです。ムスリムの方々に対して私たちはどのような準備、おもてなしを心がければいいと思われますか。大きくは3つ挙げたいと思います。1点目はムスリムは世界で2番目に多く、80年後には世界で一番多くなると言われており、世界的に見ればとても一般的だということを知っていただきたいと思います。合わせて日本人と同じでとても優しい方々だという印象を皆さんもきっと持たれると思います。固定観念にとらわれずおもてなしをしていただきたいと思います。2点目、礼拝できる場所や施設を事前に調べておくと良いでしょう。日中でも礼拝を欠かせない彼らから近くに礼拝できる場所はありませんかという質問、相談を受ける可能性はあるでしょう。洗い場、静かで清潔な場所などを事前に担当地域の状況を調べておくととても役立つことと思います。2点目の、清潔な場所の案内なんですけども、具体的にどのような場所を案内すればいいのでしょうか。はい、洗い場はまず溜め水でなくて流れる流水ということを注意してください。あと静かで清潔な場所であれば、どんなところでも構わないです。例えば会議室などが最適だと思われます。そうなんですね。3点目は、ムスリムの方々にも他の宗教と同じように全員が一律ということではありません。国、地域、個人によって宗教観、考え方、習慣は違うことを知っておいてください。ありがとうございます。ボランティアとしての立場で、何か気をつけることなどありましたらお聞かせくださいますか。はい、このことを3つ挙げたいと思います。1つ目、異性である場合は相手から求められない限り握手は控えましょう。また、握手をする際は右手で行いましょう。2つ目、犬に近づかせないように配慮しておきあげましょう。3つ目、イスラム教では偶像崇拝が禁止されていますので、お土産などで人形などを勧めることは控えましょう。海外の観光客におすすめしたい千葉県のスポットはありますか。ぜひ勧めたいのは千葉県のフルーツ狩り施設ですね。
千葉県は美味しいフルーツ狩りができる施設がいっぱいあります。ムスリムというのは甘いものが大好きでございます。千葉県の誇るフルーツの甘さも味わってほしいものです。ありがとうございます。それでは最後に新人キャストへの応援メッセージをいただけますか。挨拶、声かけ、コミュニケーションの3重要項目は人の笑顔と絆の基本です。このことを忘れずに頑張っていきましょう。レディーセットゴー。